第96回全国高校野球選手権は24日、大会13日目を迎え準決勝2試合、第1試合は日本文理、新潟、と三重、三重、が対戦、先制点を挙げた三重が小刻みに加点、投げてはエースの今井が4試合連続の完投で日本文理を下し、12回目の夏の大会出場で初めての決勝進出を果たした。 三重県勢としても1955年に優勝した四日市以来59年ぶりの決勝進出。三重は初回、先頭の長野が安打で出塁。バントで二塁に進塁し3番、宇都宮の左前手地事打で本塁を踏み先制した。4回も6番、山井、7番、瀬古の連続安打で1・1、3塁とすると8番、中林がスクイズを決めて1点を追加した。6回には西から失策。四球。 安打で得た満塁の後期に長野の今日2本目の安打が2射を返す敵地打となり4点差8回にも6番山井のソロ本塁打で加点した日本文理は初回1・1・2塁3回2・1・3塁の得点機にここまで毎試合安打を放っていた四方の池田が凡退したのが痛かった三重の先発今井は打たせて取る投球で日本文理打線につける隙を与えず被安打5で9回を完封 守備陣も要所で併殺を完成させるなど今井の要求を盛り立てた初戦から4試合完投してきた日本分理のエース飯塚はこの試合も完投すべてのイニングを投げ抜いたが最後の試合は5失点で甲子園を去った